アミハマチャウス山古墳は、岡山県岡山市中区赤坂南新町にある古墳。形状は、前方後円墳。史跡指定はされていない。岡山県南部、岡山市街地中心部から、東方の独立山海である三沢山山海の南西端の低級領庁部において、岡山市街地、小島湾、小島半島を一望する位置に築造された古墳である。 近世以来の東山墓地に位置する関係で、本古墳全体も墓地化されており、墳球は大きく改変を受けている。墳形は前方後円形で前方部を東方に向ける。墳球表面では、不き石と見られる歴史跡が認められるほか、特殊大形派には、特殊墓形派輪が検出されている。主体部の埋葬施設は、縦穴式石閣と推測され、 せっかく石材と見られる安山岩遺体史が墓地の石垣などに認められている。この網浜茶臼山古墳は出土の特殊期台系派にはより古墳時代初期頃の築造と推定される。周辺では三沢山109号墳の他三沢山103号墳、三沢山106号墳、港茶臼山古墳といった前方後円墳の築造が知られるが、その中で本古墳は 三沢山109号墳とともに、旭川下流域において、最古級の名手墳に位置づけられる。古墳の規模は次の通り。三沢山丘陵の古墳としては、金倉山古墳、港茶臼山古墳に次ぐ規模になる。ありがとうございます。